デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。私たちワンダーウィード10です。はい、白川ゆめかです。鳴宮さつきです。篠宮しおりです。朝日愛子です。望月未来です。柊木理央奈です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日は理央奈ちゃん誕生日当日のライブでしたが、今日はどうでしたか？急遽入ったライブだったんですけど、うん、皆さんお祝いに来てくれて嬉しかったです。ね、ピンク見えてさ、ね、嬉しかったです。ね、今コロナ禍で結構さ、現場に来てくれる方も本当にありがとうの気持ちがいっぱいだから、本当にね、現場に来てくれてる方には感謝感謝なんですけれども、コロナ禍で皆さんが食欲は、うん、食が楽しみだよね。そう、食が楽しみ。そうで、みんながコロナ禍で見つけたお気に入りのテイクご飯って、テイクアウトご飯って、テイクご飯、テイクアウトご飯、テイクアウトご飯はなんかありますか？テイクアウト、テイクアウトのご飯ってコンビニとかパリパリサラダ。なんか違う。テイクアウトなのかな？え、どうなんだろうね。テイクアウトはテイクアウト。やった時あって、頼んだ時あって、なんか袋がパンパンなの、空気がパンパンで、クレープが潰れないようになってて、すごい。それはね、感動したから、また頼みたいと思います。テイクアウトってより、ウーバーの説明。あんまり自分から行くの好きじゃないから、でもウーバーってめっちゃ便利だよね。ねえ、めっちゃ便利だもんね。ね、あんまりやらないけど。え、みんなはないの？テイクアウト。え、でも私もウーバーをやってました。薬膳茶みたいなやつ頼んだ。薬膳茶。何屋さんのやつだ。中華みたいなやつ。ではなくて、なんか日本のやつなんだけど、なんかそういう体にいい漢方みたいなのが入ってるやつで、それをわざわざウーバーで頼んだの。頼んでちょっと頑張ってみた女子力。すごい。やってました。あんまり頼まないな。うん。あんまり行かないもんね。一人暮らしだとやっぱウーバーになるね。そんな感じのお気に入り、しおりちゃんのお気に入りご飯でした。はい、ではね、ここで告知をさせてください。ワンダーウィード10、2月の27日28日で名古屋遠征が決まっています。イエーイ。27日がチケットまだあるんですが、28日は結構ね、なくなってきている公演もあるので、よかったらぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。それでは以上、私たちワンダーウィード10でした。